はい、というわけでおはようございます、こんにちは、こんばんは、稲瀬です。今日はですね、横浜市の本郷台をねスタートして新井沢市民の森という場所へ今向かっています。もう駅をスタートして20分ぐらい歩いてるんですけど、撮影しながらなんでちょっと遅いんですけど、まだ着かないみたいですね。疲れた。新井沢はこっちか、右だね。もうちょっとかな。はい、というわけでようやくね、新井沢市民の森に到着しました。ここからが本番なんですよ、今日は。はい、ここに来るまでに体力をね、半分ぐらい使ってしまいました。ちょっと休憩してから行きます、休ませて。はい、そんなこんなで市民の森に入って数分歩いてるんですけど、誰もいないです。誰かとねすれ違うかなと思ったんだけど、僕一人だけみたいですね。結構早いからかな、もう結構もう時間経ってるんですけど、なんか誰ともすれ違わないんで、一人で、森の中にいます。見てよこの汗、わかります？この汗のシミ。やばいですよね。ちょっと今日もかなり汗をかいてます。
そしてですね、ここで緊急事態です。本当に緊急事態です。笑ってるけど結構やばいです。飲み物がもうね、これ今1本しかないんですけど、もう半分ぐらいしかないんですよ。で、途中でね、ちょっと買うの忘れちゃったんで、そのままここに来ちゃったんですけど、多分自販機とかはどう考えてもなさそうなんで、わかんないですけど、ちょっとこの1本をね、大事に飲んでいこうと思います。これが尽きたら、僕は危ないかもしれません。マジで誰もいない。本当に誰とも会わない。一人くらいすれ違ってもいいんだけどね。誰もいないのかな。すんごいなんか上りになってるんだけど、大丈夫かな。いや大丈夫かなって行くしかないんだけど。めちゃくちゃ階段が急なんだけど、前もなんかこういう状況あったよね、横浜かどっかで。行くしかないですね。階段を登ったんですけど、なんかすごく狭い道です。ここすごいな、これね、展望台で休憩してます。さっき飲み物がもうあんまりないって言ったんだけど、もうちょっとあったかな。あとねこれ半分ぐらい入ってます。見えるかな、これぐらい。過酷です。思ってたより過酷ですね。もうここまで来たら戻るに戻れないんで、先行くしかないんですけどね。なんか夏場には来なきゃよかったな。いつもの一言言っていい？帰りたい。でもね、ほんと景色は素晴らしいんですよ。もう、ね、来てよかった。ここの展望台は景色が本当に綺麗なんですけど、ね、結構疲れましたね。もうほんともう進むしかないんで。ここでね、倒れちゃっても誰も来てくれないんで。じゃあ休憩したし、また先行きますか。これね、今三脚を振り回して歩いてるんですけど、別にやばいやつになったんじゃないですよ。そうじゃなくて、こうやってね、振り回していかないと、この山とかはね、蜘蛛の巣がすごいんですよ。虫とかが。ちょっとそれよけ、蜘蛛の巣よけで、この三脚をね、カメラを支える。これを、こうやって振り回していくと、蜘蛛の巣に顔が引っかからないっていう、テクニックですね、撮影の。
あれから結構歩いたんだけど、いつになったら山を降りられるんだろうね。まだかな。現在地がここだから、これ鎌倉方面に行っちゃった方がいいのかな。なんか本郷台に戻ると多分全然遠いから、鎌倉行った方が近そうだ。いやでも本当に自然がすごい綺麗ですね。癒されます、緑で。この自然の中にいるっていうのが日常だとやっぱりないじゃないですか。たまにはね、やっぱりこういうのもいいですよね。こんなに山っぽいとは思わなかったけどね。でね、相変わらずね、誰ともすれ違わないんだよね。結構来ると思うんだけどな、来ないのかな。こんなに過酷だとは思わなかったな。いや自然は好きなんだけどさ、こんだけさっきからブーブー文句言ってるんだけど、僕ね学生の時ね登山部だったんですよ。こう見えて山は嫌いじゃないんだけど、なんか今日は思ってたんと違うって感じで、もうちょっとなんか爽やかなハイキングコースかなと思ったんだけど、で何こうすれ違う人とおはようございますって挨拶したりさ、なんか全然思ってたのと違うと思って、もう誰とも会わないからさ、こうやって独り言が多くなっちゃうよね。もうカメラ回して喋ってないとなんか気がおかしくなりそうなんで。でもさ、これ急に人と会ったらびっくりするだろうね。いきなり男がさ、三脚振り回して歩いてこっち来るんだからさ。完全に危ないやつだよね。あのね、奇跡的にね、飲み物がね、あれからあと、まだ残ってるんですよ。すごいよね。まあ、ちょっと我慢してるってのはあるんだけど、本当にもうあれしかないんですよ、残り。いや、今日はね、本当に過酷な撮影になってますね。そんな厳しい道を行く男、水瀬透太です。よろしくお願いします。あ、道路だ。道路が見えた。やっと着いた。やった。やっと着いたよ。生き延びた。よかった。ほんとよかったわ。ここのバス停は今泉不動。今泉っていう地域ですね。大船が多分近いと思います。まあ、近いって言ってもバス乗んなきゃダメだと思うけど。ああ、鎌倉湖畔も有名だな。なんだっけ、三財街池だっけ。公園っていうね、大きい公園がすぐあるんですよ。じゃあちょっとそこで休憩しようかな。うん。もう今日はさ、帰りバス使って大船まで行こっか。しょうがないよね、これ。ちょっと一回休憩場所を探しましょう。というわけで公園の中まで入ってきて、あの自動販売機がね中にあったんで、そこで買いました。じゃん、よかった。売ってたからよかった。これなかったら本当にきつかったわ。ではあ、生き返るわ、マジで。冷たくて美味しい。本当にね、さっきちょっとやばかったですね。いや、無事にここに来れてよかったです。言葉がもう出ない。ちょっと
僕の悪い癖で、まあ、分かる人は分かるかもしれないんですけど、結構僕無理しちゃうんですよ。無理してずっと歩き続けるっていうことをいつも言っちゃうんで、今日も危なかったですね。さっきの山の中は本当にちょっときつかったかなっていう、あの飲み物がね本当になかったんで、飲むに飲めなかったからね、すごいちょっと過酷なことをしてしまって、心配かけてしまったらすいませんでした。まあ、ちょっとここで休憩したら回復すると思うんで。いや、今日の一番の目的はそのさっきの洗井沢市民の森の中にある、中かちょっと外か覚えてないんですけど、あのね、通称横浜のグランドキャニオンって呼ばれてるところがあるんですよ。まあ、崖っていうかそういうところがあって、そこをちょっと撮りたかったんですけど、なぜかそこにはたどり着けなかったっていう、多分ねスルーしちゃったと思うんですよ。近くは通ったんだけど、なんかねそれらしきものあったんだけど、なんかそこにうまく出られなかったっていうか、たどり着けないっていうか、なんでだろうな。ちょっとまあ帰って後でマップを確認しますけど、またねそこを撮りたかったんですよ。それを今日のこの動画の、まあ、サムネとかにしようかなと思ってたんだけど、あの何も撮れなかったんでで挙句の果てにさっきみたいになんか迷ったというか、ちょっと過酷な体験をしてしまったんで、今日の動画はなんか内容がよく分かんないものになっちゃってますよね。どうしよっかねこの後だってここの公園、なんだっけ、三財が池公園、ごめんなさい、下にテロップで出しますけど、ここもね、あの前から来たかったんですよ、撮影で。だけどだから別の動画で撮るつもりだったんで、今日は来る予定ではなかったから、ちょっとでも今からこれせっかく来てるから撮ってもいいんだけど、ただちょっと今の僕にはここはきついかなっていうのがあって、結構割と広いんでこれからまたこの、まあ、さっきほど山じゃないと思うんだけど、この自然公園を、歩いて撮影するのはちょっとね厳しいんで、またやるなら別日かなって、だからあんまり今日は映さないようにしようかなと思ってます。いや、もうさ結構いい時間なんだけど、お昼近いっていうか、あ、まだお昼じゃないけど、まあでもだいぶ時間経ってるけど、ここの公園も誰もいないね誰にも会わないな。で、今世界に僕しかいないの、もしかしてみんな消滅しちゃったなんか異世界に来ちゃったかもしれない。異世界に来てしまった水瀬トータです、よろしくお願いします。中二病かってね。あ、もう今ここただの雑談タイムなんで、スキップしてくださいね。もう中身のない話をずっとしてるんで、スキップを推奨します。まあでもさ、なんか前の動画でも言ったけど、どこで言ったかちょっと覚えてないけど、こういうのも散歩の醍醐味だよね迷って苦しんで予想しないところに来てっていうハプニング、そうハプニングがこう動画に刺激を与える、スパイスの一つとなるみたいな全然かっこいいこと言ってないけど、でもそういうもんなんだろうなってそういうもんなんだろうなって、思いますね。当然今撮影してるこの瞬間めちゃくちゃきついし、さっきも辛かったんだけど、動画にすると結果としてまあ面白いっていうか、こういう方がいいよねっていう思い出になるよねっていう、ただの雑談ですよ、スキップしてくださいね。もう全くどうでもいい話をしてるだけなんで、あれをただのここは尺伸ばしここで尺を稼ぐっていうせこいこと今してるんで、皆さんはスキップしてください。でも時間がある人だけここを見てくださいこういうねどうでもいいところを動画に入れたいんですよ僕は。普通こういうところって動画から省くじゃないですか、ね、動画ってなるべくコンパクトにしなきゃいけないんですけど、見てる方がやっぱりそれでつまんなくなっちゃうと思うんで、
だけど僕はね、どっちかっていうとそのどうでもいいことをいっぱい入れたいんですよ。どうでもいいこととかくだらないこととか、なんか綺麗なとこばっか入れてもしょうがないっていうか、面白くないじゃないですか。だからちょっとそういうところをね入れたいと思ってる。あ、今ね画面には当然映せないけど、多分事務所の管理人さんっていうか管理事務所の方がいますねやっと今日人を見た気がする。あ、また人が来た。そりゃ来るよね、公園なんだから多分地域の方ですね。今度はここは人が来るっていう。ここはね、あの鎌倉湖畔っていう風にも確か呼ばれてて、そのちょっとさっき映った湖があるんで結構人気の場所なんですよ。おはようございます。見えないですか。はい、というわけであれからいろいろ考えたんですけど、今日はねもう帰ります。ここで終わりにします。あのちょっとね中途半端な動画になっちゃったんですけど、まあたまにはこういう動画があってもいいのかなって思います。あの皆さんも無理をせずですね、夏を楽しんでください。じゃあここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。